九州大会迫ってるんで、まあ、全員ね参加ってなかなか難しいけど、来れるメンバーでできることをもしっかりやっていきましょう。ちょうだい、あれがちょうだい。十五。はい、すみません、さん。五、四、三。いい確認、いい確認。滝はターンまで、ターンまで。頑張れ、頑張れ。きついだろう。きつい。いい感じ？いい感じです。頑張ろう。まだまだあるよ。グッジョブ。グッジョブ。グッジョブ。いい感じ？はい。ナイス、頑張ろう。今日来れなかったメンバーも、まあ、ちゃんと今日上げるなりでしっかり土日の試合を、戦えるような体をもう3週間で慣らしていかないといけない、しっかりベース上げていきましょう。終わった後は海入ってもいいし、ただ遊泳区域外では入らないように、アナウンスねバンバン流れてるんで、しっかり遊泳区域内でやることと、あとしっかり飯も食って夏バテしないように、そういったところも含めて体作りしていきましょう。 OK、 じゃあ締めましょう。ストップ。お疲れー。お疲れー。休みは平日なんですよ。絶対外出た方がいいですか？絶対今日小涌戦ね、あと守備のところ意識して、どこで行くの、どこで、ディレイするの、どこで取り切るのみたいなところのスイッチを、まあ、8人ないし11人でしっかりベクトルが合わせられる、このタイムラグを少なくしたい。自分と出してしかない。これだと本当にこのプレッシャーが早い。もうこれ絶対助けなきゃいけないって、これゲーム中アンダー2とかフリーとかないけど。池尾強です。トップの方は、まだ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 課題は山積みで、本当にやるべきことやって一つでもやって臨みたいんで、ちょっと俺からの要求も厳しくなるし、というか、またこれ今大会に限ったことじゃなくて、九州リーグに勝ち上がるのであれば、やっぱ人も成長しなきゃいけないし、成長できないんだったら人入れ替えなきゃいけないし、でもチームとして九州が上がるって決めたからには、それに向かってねやるべきことをやっていかなきゃいけないっていう中で、それも成長を楽しむためにここに残ってくれたのがトップだはずだから、ボール持ってない時の関わり方っていうのはだいぶ良くなってきてると思うし、でフィニッシュの形っていうのはいい形が作れてると思うので、そこは継続してやっていくのと、あとはもっともっと走りましょう。以上です。もっともっとやっていきましょう。まだまだ足りないよ。 OK、 じゃあしましょう。何やったかな。何やったかな。I found a way of life, because the best can't go anywhere. The feelings we never chase forever, because the madness can't go anywhere.